どうもこんにちは、こんばんは。天才ひなただ。嘘です。はい、今日ちょっと出かけた帰りになんかふっと思いついて、私春休み入ってっから勉強してないなと思って、ちょっと本屋に行って買ってきました。それがババン、3分ドリル買ってきました。これ中学校1年生用だからね。漢字ほんと苦手なの。読めないし書けないし、ひらがなばっかだから、だからちょっとでも知識を身につけとこうかなと思って買ってきました。中身はなんか開いてみると、なんかこの本の特徴とかいろんなの書いてあるんだけど、1回目は1ページ、わずか3分で手軽にできるドリルです。超基礎から優しく学べますね。え、これ何、使い方まで書いてある。使い方、1枚ずつ剥がして使うこと。何それ決まってるの決まっちゃってるんかい。まあこんな感じだね。早速やってみようと思います。もうやる気なくなった。見て、もう切れ方が雑すぎてやる気なくなった。まあいいや、やっていきたいと思います。どれくらいこのなんか調べないで漢字が読めたり書けたりできるか、ちょっとチャレンジします。それではアングリッチ。はい、それではやっていきたいと思います。まず1問目、次の太文字の漢字を なんか書きましょう。よし、やってみよう。これは読み仮名でしょ。もう久しぶりにあれ持った、このシャーペンとかいうやつ。シャーペン買いよう。どうだ、できたか。おお、合ってる。全部正解と全問正解。はい、までつけましょうか。まあね、意外とね、できちゃったりするもんなんだよ、こんなのは。一気にババンってやっちゃう。待って、またちぎれ。ちょっとこれから真面目にやります。よーい、どん。どうだ、認められてる。だった漢字読めない、求めるだって。え、求めるってどういう字だっけ。認めるじゃん、やっぱりバカじゃん。まあ漢字はね、まあ書けるっちゃ書ける。あ、読みから先にやってるから、書きからちょっと先にやろう。切れんの下手。これ見て、このビリビリ加減ありえないよね。え、待って、討論ってどういうふうに書くの。もうこれ完璧、もう100点。花丸。はい、まあ、てなことで1から5までやってみて、全部で5、6、6、5、35問あった中で1問認めるを求めるって書きました。大学1年生です。はい、まあこれも人生いろいろと経験積んで、人生楽しんで生きていこうってことだから、まあ経験を積んでいこうってことです。結構ね、このドリル良かったよ。紙質もいいしね、ちゃんと厚い感じでね、画用紙みたいな感じ。ちょっとね、お値段はね440円と、こんなカスみたいな教材に、ドリルに400円も出したくねえよって思う人は、まあ普段から勉強頑張りましょう。こんな大学1年生にならないように勉強しましょう。認めるを求めるって書かないようにしましょう。はい、ということで今回もご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。以上、ひなたゆいでした。ありがとうございました。バイバーイ。